いつもさ、なんかあれはやんなくていい、これはやんなくていいみたいなのが結構多いじゃない。だからやんなくていいことをちょっと聞いてった方がいいかなと思って教えてほしいんだ。平井博明のワンラップゴルフ。クラブによっても違うけど、まあ、ハンドファーストでしょ、ダウンブローでしょ、ダウンブロー、下半身リードでしょ、体重移動は？体重移動もう1センチ2センチでいい。あと肩止めるね。そうだね。頭残す。頭残す。あと、緩く使う？ああ、抜いて使う。そっか。なんか、もうやらない。力むな。力むな。力むなをやらなくていい。力めってこと？力め。あと、ためね。ああ。これね。あと、バックスイング上げなくていい。あ、バックスイング回しすぎちゃダメ。上げなくていい。動けないね。動けないでしょ？いや、それ言われたらさ、なんか全部やるなみたいになっちゃうんだけど。全部やらないスイングしていいじゃん。あ、珍しい、打つの？ちょっと。そしたら、動けなくなっちゃう、そんなに。全部ダメだって言われたら。そんな一気に全部意識できないんで、可能な限り今の全部やらないで打つからね。やらないでね。これが、俺の中では全部やってない。いつもと同じ。俺はあれで絶対に70代は出るから。そうだね。絶対出るから。何にもしなくてね。始めてから今日まで何も入れてなかったらあれが打てるから。あのスイングとあの球が打てる。そうなんだ。じゃあ何すればいいの？何もやるなんて言ったら何すればいいの？上げて下ろす。横回転に上げて下ろす。だけやればいいんだ。だけ。それしかやってない。で、今何もしないって言ったけどやってんじゃんって言うけど、最低条件の基本だけね。基本をやらなきゃいけないよ。ね。そうだね。それはそう。それはそう。だから、ね。こっからクラブが上がんなかったら打てないわけだから、クラブはね、上げるね。上げる。一応ここまで言っとかないと。そうだよ。上げてくる。いや、何もしないとかつってクラブ上げてんじゃんって言われるから。そうでしょ？そうでしょ？そうでしょ？そう。そう。一応言うとくね。そう、上げ足取りたいだけなんだから。言いたがり。そう。そうなの。だからこう、真ん中にもう、なんとなく真ん中にアドレスして、手の位置もなんとなく真ん中。クラブも地面と垂直の感じ。そう。で、グリップも、こういう感じよね。こういう感じで握って、こうやってそのまま取るじゃない？こうもしてないし。このまま上げて、要は、こういうことよね。そう。縦と横しかないから。で、こっから、フィニッシュまで行く。そう。この動き。この動作だけで今のなんかは打ったんだけど、もう本当に理解できない動きを入れてないっていう、それだけ。本当に上から順にこうやって動いて、上から順にこうやって動いてっていう感じ。それにつられてだんだん下に動きがつられてくるっていう、こういう感じよね。そう。そうなんだ。それが何もやってないんだ。そう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 。本当に基本動作っていうこと。例えば、今日ゴルフ始めましたっていう人は、何も知らないわけじゃん。やっぱそれに近くなるのかな？いや、ならないと思う。こうやってやると思う。ああ、そうなんだ。もちろんそれは、形付けをしてあげて、その、各パーツはこうやって動くっていうのを、もちろん最初に言ってあげてもいいし、そうなったって、結局感覚が鋭い人だったら、このボールに当たる瞬間のクラブの動きっていうのを教えてあげるだけで当たる人もいる。何にもやんなくていいっても、初めてやった人の動きじゃダメなんだ。ダメじゃない人もいるの。それはね、わかんない。あ、そうなんだ。その人によるの。そう、振ってみないとわかんない。なかなか難しいんだ、そりゃ。動画で伝えるのはそうすると。難しいね。そうだね。ただ、本当にアドレスがしっかり取れてきて、そのアドレスから好きな動きしてみてって言ったら、意外と結構、綺麗な動きになる方が多い。アドレスがね、やっぱり綺麗じゃない人がやっぱいるからね。最初からこんなだってさ、きっ
チッとしたさピッてアドレスこう取れる人は少ないじゃないやっぱり、うん、やっぱり何近すぎたりしちゃうってことボールに近すぎたり一番多いのこうだよねあ猫背になっちゃうんだそうあ張りがない、うんうん、張りがなきゃダフるし左引っ掛けるし、うん、あとそれこそ手打ちになりやすいあれいい 悪い手打ち手首中になりやすいこうなってると、うん、こうやってなるからああそうフィニッシュが高くなりやすいし、うん、そう横回転ができなくなる肩が回らなくなるそうなんだこうやって入るとはい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 そうだそういうその最初に大事なことっていうのを、うん、要点っていうのを、うん伝えさせてもらって、うん、でスイングを作っていけたら、うん、結構いい感じになってくるけどね最低限やらなきゃいけない基本はあるのねあるやるなっつっても基本はやれなんだ、うん、基本はやれあ基本はやれだけどそれ以外のことをやるななんだそうあなるほどじゃあ基本だけちゃんと分かればっていうかそのじゃあ基本は何なのっていう項目が分かればそれだけはやればいいのね、うん、そうあそれだったら初心者でも分かりますわそうだからすごくでその基本っていうのは、うん、基本があります周りに人がいるんじゃなくて、うん、周りに基本があって、うん、自分が真ん中なのねそうなんだそうだから基本は何種類もあるから人の数ほど自分の周りにそうだから徹くんの基本と俺の基本も、うん、絶対違うし、うん、それこそ体重移動する人としない人みたいな。そうそういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。手の位置だったり。うん、あじゃあ体重移動はするなって言ったけど、するななんじゃなくてどっちでもいいってことね。どっちでもいい、どっちでもいい。あの元々の自分の動きに。そう。無理してやってるやってないじゃなければ。そう。はいはいはい。あとこれの基本とこれの基本とあって、うん、両方基本だと思う。うん、へえ。うん。多少こうやって。ハンドファーストにしたり、はいはい、こうやって真ん中グリップエンド真ん中にしたり、うんうん、これも基本として2つあるじゃない、うん、だけどできるクラブとできないクラブがあるって言ったじゃないあそうだからそれによっても変わるからねだからめっちゃくちゃなのよあじゃあもうこれだけですっていうのも言えないわけだそういろいろあって、うん、難しいんだよねじゃあ基本じゃないのはやっぱりやっちゃダメなんだな一気に難しくなるそうだねうん基本でそんだけ難しいんだからね、うん、で皆さんはよく考えて基本だと思うならやればいいしそうあこれ基本じゃないなと思ったらやらない方がいいし、うん、やらない方がいいでも仮にそれをこれ基本だと思ってやったのが難しくて基本じゃないことであっても、まあ、その判断間違えちゃったんだったらそれは仕方ないってことだねそうだね考えてそう思っちゃったんだったらもうそうしょうがないもんねそう難しい判断って、うん、やっぱその判断自体も難しいじゃないで結局基本で絶対やらなきゃいけないことって、まあ、簡単とは言わないけど、うんまあ、そこまで難しくないことなんだけどそれを頑張んなきゃできない人もいるじゃない、うんうん、頑張んなくてもできる人もいるあそう、ねそううん、だからそういうのもやっぱすっごく難しいよねあまあ確かにそうかだって YouTube 見てるとね、うん、プロゴルファーはハンドファーストで当たってるからって言うじゃん、うん、結果なってるだけだけどそうするとあハンドファーストはじゃあプロゴルファーみんなやってんだったら基本だから当てないとってそしたら次さハンドファーストで調べるじゃんそう基本じゃないのに、うん、って間違えちゃうとやだねしょうがないけどそうハンドファーストが正しくできて正しくできたらナイスしか出ないんだけどハンドファーストをやろうとしたミスはもう多分ほとんど右だと思うんだよね、うんうん、そのちょっとでも小窟が入れば左行くし、うんうん、だから本当にまっすぐこのままこうやって当てられてるかどうかよね、うんうんうん、それがすごい重要、うん、それができないとやっぱり、まあ、全部そうなんだけどちゃんとした結果が出ない、うん、なんで難しいことになるんでだから入れない方がいいですでもあれかいつも言ってる名前がついてるやつは基本じゃないってやつだそう怪しいと思った方がいいそうか、うん、でもさ名前ついてないの動画になってないもんねそう七志のゴンベさんって動画ないもんねこれで作ろうじゃん誰も調べねえからでも見られねえんだまたそういうの確かにゴルフと七志のゴンベは一緒に検索しないもん、うん、しないね、うん、そもそも七志のゴンベって検索したことない確かに名前のない理論とかも検索しないじゃんそうどうすればいいだからもう無理なんだわこれ YouTube で伝えるのはやっぱ基本っていう言葉を使わなきゃいけないのかなあそうだ
あ、それならそうだ、本当だ。基本基本だ。基本とはそうだ、名前がないのは全部基本なんだね。そうが多いよね。難しいな、逆にそれも判断が。うん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 、なんだろう、あでもほとんど名前ないんじゃないかな。そうだよね、クラブを上げる、あでもバックスイング、スイング、フィニッシュ、インパクトそうなってくるでしょ。もうこんなのはさ理論じゃないじゃん。理論、あそれは確かに、ね、それはわかるわ。そうだってバックスイング理論なんかないもんねあ本当だね、ね、うん、あれインパクト理論なんか似たの、あインパ、あ、なんとかゼロなんとかゼロ、そう、あれは大丈夫、あれは大丈夫、あれは大丈夫、あれだけは大丈夫、うん、あれは大丈夫だってもう絶対条件だから。そうだね、それはそうだね、まっすぐ当たんなかったらまっすぐ飛ぶわけないっていう理論ね、ヘッドがね。そう、さすがですね、うん、あれはもうすごく重要で、重要だね。そうだから理論として当てはまっちゃうものっていうのはすごく難しいことが多い、ね、うん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 、だからあの注意が必要です。そうだね、取り入れるんであれば、うん、だから本当に真剣にそれだけやって、うん、1ヶ月やって、うん、身につかないんだったら本当やんない方がいいから難しいからね。それをどうしても成功させようって思ってる方がやっぱ多いし、うん、もちろんそれ成功したね良さを知っててやってるんだったらいいですけど、そうでもね、そこまで無理にやる必要もないんで、うん、いや俺はね理論だと思ってないでやってる人がいっぱいいんじゃないかなと思って。ああさっき言ったように、さっきのハンドファーストの話みたいに、そうそうそう、プロってこういう風に打ってんだっていう、うん、ああじゃあ正しいんだ、全員やった方がいいんだ、だから俺もやろうって基本だと思って、だってプロがやってんだからって、はい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 、なっちゃってたらやだなと思って、うん、その悪気なくっつうかさ。なるほどね、うん、でワンナップ来てそうじゃないんだよって言われて、そうなんですかってなっちゃう。プロを真似していいのは考え方だけね。どういうこと？攻め方とか。ああ。そう、クラブを優しいっていうクラブの追求の仕方とか、うんうんうん、そういう思考的なものだよね、頭の中だけ。そう、動きはプロなんだから、それを見てんのはアマなんだから、すごい差があるでしょ、はいはい、そう、それもでスペックでしょ、うん、スペック見るでしょ、うん、スペックもプロなんだから、でアマなんだから、そう、そういうところは真似しちゃダメ。物事の考え方は真似していい、はいはいはい、それだけで変わるから。あ、クラブもスペックは真似しないけど、どうしてそういうスペックを使ってるのかっていうのは真似していいんだ。そうそう、そうするとおのずと自分に合ったスペックも選べるようになる、うん、そう、例えばプロが、うん、ドライバーとかウッドが X で、うん、アイアンが S でした、うん、って言ったらアマチュアはドライバーウッド系が S で、うん、アイアンが R にするとかね、うん、そう、そういう流れがこう思考として出てくればいい、うん、あプロがそれ使ってっから俺もそれ通過をじゃないんだ。そう、例えばじゃあプロが10度、15度、18度って使ってるんだったら11度、16度、20度とかね、うん、そう、そういう風にこう分けて、うん、うまくこう下げて参考にできればいいよね。いろいろスイングで悩んでる方ってやっぱり少なからずいらっしゃると思うんですけど、本当悩むことはなくて、でダメだったら本当じゃあやめようぐらいの感じでいいんですよ。無理に続けることではないので、ちゃんと自分がハマったな、いいなと思うものってやっぱりそれなりに手応えがあって続けられるっていう判断を絶対してると思うんですよ。それが続けててないってことはやっぱ合わないか難しい、極端に難しいことなんで、あまりこう根詰めてやることないんですよね。諦めもすごく肝心なんで、したらまた新たなことを入れたらいいじゃないですか。今まで1個入れてたんで入れることは変わらないんで、今のをやらなくして新しいものを入れる、そういう変化をしていくことも大事なんで、ぜひ練習場でそれもまたトライしてみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、ラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。